クリップ、筑紫山地周辺の地形図筑紫山地は、主に福岡県、佐賀県、長崎県にまたがって北東から南西方向に走る山地である。筑紫山地は、地帯構造上、西南日本内帯に位置し、中国山地の延長上にある。中国山地が連続した山地であるのに対し、この山地は、筑豊盆地、福岡平野、 地区平野などにより、地界に分断されている。などの総称である。これらの産地の多くは、断層産地と考えられているが、まだ確認はされていない。地質は大部分が、中性層、個性層、加工岩類であるが、肥然産地では、第三気層上の厚さ約300メートルの玄武岩が、大地を形成している。 標高は大部分が1000メートル前後であるが、東の菊山地は最高598メートル、西の肥前山地は最高777メートルである。菊山地からセフリ山地にかけては、標高約1000メートル、500メートル、300メートルの3段の新食平坦面が形成されており、3回の完結的な土地流域があったことを示している。 自然産地の玄武岩溶岩の基底面は、第三基層を切る新食平坦面であり、その高度は、東で最も高く標高を400メートルを超えるが、西では海面の高さまで下る。玄武岩溶岩の厚さがほぼ一定しているために、産地全体が西に傾いている。南の未能産地は北に直線的で急な斜面を、南には緩やかな斜面を持っているため、形態的には、 典型的な経道地下へとなっている。各3階の周囲には、しばしば第3基層の強炭層が堆積しており、かつては、筑豊丹田、か谷や丹田、唐津丹田、北松丹田を形成していた。また、乾山地には、山口県の秋吉台に続く石灰岩が分布し、典型的なカルスト台地である平尾台が位置しており、その周辺ではカーラだけなどに、 多数のセメント工場が立地している。ありがとうございます。